のショートエンジェルサマー。はい、今週も始まりました菊池夏のショートエンドレスサマーのお時間でございます。はい、もうサマーですよね。うん、サマーなんですけれども、今年の夏って冷たい夏って書いて冷夏らしいですよね。うん、そう言われてみれば、その7月入ってめっちゃ暑いわ、もうダメだわっていう、その日光のね、ものすごいこの日光の暑さっていうんですか、そういうのはあんまり感じないですよね。こうじりじり焼けそうな、もう暑いっていう、夏特有のああいうのはないですよね。うん、ああいうのはないんですけど、まだ梅雨明け、今の時点で、今これを収録させていただいてる時点で梅雨明けしておらずですね、多分この放送日の時も梅雨明けしてないんじゃないかなとか思ったりしますが、なんだろう、もう全然梅雨が遅かったですもんね。梅雨入りが遅いっていうことはもうね、それだけ梅雨がね、明けるのが遅いんですが、これも私がね、何回も言ってることなんですけどね。まあ大体、まあ、梅雨明けるじゃないですか。まあ、大体6月の終わりぐらいとか、7月のね、まあ、なんかまあ今ぐらいにはもう全然明けてるはずじゃないですか。それを考えたとしてもですよ。それを考えたとしても、まあ夏って言われるのは大体7月、8月ですよね。で、海に行けるのはそのお盆ぐらいまでなんですよ。クラゲ問題でね。で、クラゲとかが出る前に海に行こうと思ったら、もうそのお盆までなんで、まあ8月、まあ、15としましょう。ということはですよ、もう1ヶ月ぐらいないんですよ、夏っていうのはね。このみんながこの開放的になる、この身も心もみんなが開放的になる夏っていうね、シーズン。もうこれはね、本当にもう1ヶ月もないんですよ。もう稀なんですよ。これ人間もセミと一緒と考えていただいて、もう全然大丈夫ぐらい、ああ、もうなんかこう寒いわーみたいな感じで、じゃないですか。冬はね。まあまあ冬は冬でね、楽しいこともたくさんあるんですけれども、ああもう寒いわ、もうその夏になってこうはっちゃけたいわ、もう今年は何かとはっちゃけたいみたいな感じでこう思っているとするじゃないですか。まあ私なんかそう思ってるタイプなんですけどね。まあそういうふうに思っていたとしてもですよ、そういうふうに思っていて、6月になった梅雨だ、で7月になった、でまあそろそろなんかバーベキューの用意とかみんな誘ったりとかなんかして、じゃあちょっとそろそろそういう感じで夏の用意でもするかみたいなことをしてたらね、こうもたついてたらですよ、もたついてたら全然この夏にね、置いてきぼりなんですよ。もうわかります、その夏に置いてきぼりなことが、もうぐらい夏っていうのはね、魔物なんですよ。すごく短いんですよ。うん、これをね、こう若さゆえのね、若さゆえにね、このラジオを聞いてくださってるリスナーさんの、まあ、年齢層がちょっとね、聞いてくださってる方がいるのかっていうぐらいの話なんですけどもね、まあ、ちょっと年齢層もあれ、ちょっと不明なんでね、あれなんですけども、そのあれなんかもう何せこう夏は短いっていうのをね、もう心しておいてもらわないと、このなんだろう、まあ夏だし、まあなんかこうあれしてこれしてとか
いう考えはもう皆無ですよ。本当にもうそれで計画倒れになってしまうのでね、その辺はもうね、夏は短いっていうね、もう夏はセミの命と同じだっていう、セミがね、あれですよね、セミがもう物語ってますよね。そう言われてみると、やっぱ夏の風物詩は夏を物語っているのかな。だからかき氷もすぐ溶けますもんね。すぐなくなっちゃうっていうのでね、短さ、儚さを演出してますよね。そういうわけなんですが、今梅雨明けしてないっていうことでね、すっごいもうムシムシしてますよね。もうそのじりじり焼けるような暑さはないにしても、このもうムシムシ、そのムシムシするその湿度の高さでめちゃくちゃしんどいわみたいな感じになりません？その雨の日に雨の日頭痛っていうのが起きる人って結構いるらしくて、雨の日頭痛であったりとか、その気候の気圧の変化ですごく頭痛が起きる人っていうのがいてね、私の周りにもいるんですけど、頭が痛いってずっと言ってるんですよね。ああそうなんだと思って、でそんなこんなことをね言ってて、そんなこんなでしてみたら、私もそんなに体調が良くないっていうね、頑張るぞみたいな、やってやんぞみたいな感じの頑張りができないっていうね。それちょっと精神的なものかもしれないんですよ。精神的なものかもしれないんですけど、なんか体がだるくて頑張るぞになれないっていうね。ただのサボりかもしれないんですけど、そうなわけなんですよね。なのでこのすごいムシムシ疲れがすごくありますよね。でこのムシムシ疲れがどうしたら治るんだろうっていう話をね、こうしてたわけなんですね。でこのムシムシ疲れはクーラーの除湿とかね、そういうことを言ってたんですけど、いやそうなんかそうじゃなくないみたいな、クーラーの除湿であったりとか、扇風機を回すとかであったりとか、それちょっと解決になるけどちょっと違うくないってなって、やっぱ体のメンテナンスだっていうことでね、体のメンテナンスっていう発想から、ちょっとこのヨガでもやってみようじゃないかっていう話になって、でわざわざそのヨガ教室に通うほどでもない感じで、友人と二人ですよ。友人と二人で、ヨガ教室に通えるスペックを二人は持っているのかっていうので、動画再生サイトでね、動画再生サイトであるとか、ヨガ、むくみとか、ヨガ、やる気出るとか、そういうので、探して、そのポーズを二人で撮ってたんですよ。もうお笑いですよ、本当に。その二人を遠くから見たら、もう本当にお笑いなんですけど、もう二人は真剣なんで、ああいうポーズを撮るんだと、こういうポーズを撮るらしいよって、ああいうポーズになるんだっていうふうに、これでどうって言って、もうすごいなんかもう絡まってしまってるわけですよ、もう相手は。いや、でも、この写真も絡まってるから、その絡まりでいいと思うって言って、撮れへん、手が足に絡まって撮れへんとかなってるわけなんですよね。そういうふうになってながらも、二人してね、頑張って、そのヨガのポーズをすごい撮ってたんですよ、いろいろ。で、これはこうだとか、あれはこうだとかって。結構慣れてきて、結構やってたら、慣れてきて、割とこの上級な感じのやつもできるようになってきたんですよ。上級なやつもできるようになってきて、結構浮かれてたんですよ。で、浮かれてて、また今度会った時もしようということでね、またしてたんですよね。そしたらね、なんていうんかな、その、
最初に始めるときにストレッチ的な、ヨガがもうストレッチだと思ってたんで、ストレッチ的なことっていうか、その鳴らし運転みたいなのしてなかったんですよ、2人の体が。鳴らし運転してなかったんで、もう体がもうガタガタになっちゃって、ヨガのポーズ取ろうと思っても肩上がんねえよとか、もうなんかふくらはぎが痛いってなって、しかもその1回目にその張り切って、どんぐらいヨガやるねんぐらいのね、いやまあで、そのヨガ教室に行って大体1時間とかぐらいやると思うんですけどもね、それ先生あってこその1時間じゃないですか。もう素人の、画像を見てのヨガなんで、もうそれが合ってるかどうか分かんない状態でのこの1時間はもう非常にこのなんかいろんなところに負担がかかって、なんかめっちゃ腰が痛いんだけどとかって、いやなんか首の後ろの骨が痛いわとかなってしまってね、全然このまあ、ヨガがね、なんか自分たちのヨガがね、もう全然ダメだったっていう話なんですけどね。まあその後にちょっとヨガは全然このダメだから、もうあれだな、マッサージだなって、この体のこのムシムシして疲れるのを取るのはマッサージしかないっていうことでね、結局マッサージに行こうっていう話に今なってるんですよね。もうヨガで、しかもヨガで体疲れてるし、もうヨガで体疲れ切ってるし、もうマッサージ行って治してもらおうっていうねことになって、もう結局そういう話っていう話なんですけど、でもね、マッサージって言ってもいろんなマッサージあるじゃないですか。オイルマッサージとか、あとこう指圧のマッサージだとか、あとね、今骨盤矯正的なマッサージだとか、マッサージっていうのかな、ああいうのとかあるじゃないですか、ストレッチ的なやつね。であれの、まあ、どれがいいんだろうっていう話をしててね、それでもまあ揉めてるっていう話なんですけど、いやオイルがいいわって言ったら、いやなんか押してもらいたいわって言ったら、いやオイルがいいわ、いや押してもらいたいって言ってね、で結局2人とも決まらず、決まったのが頭揉んでもらいたくないっていうことでね、頭をこうなんだ、ヘッドマッサージみたいなのがあってね、それ行こうっていうことになってヘッドマッサージ行ったんですよね。ヘッドマッサージ行ったら、今ご予約いただいてる方がたくさんいるので、ご案内できるのが1名様ですって言われたんですよね。取り合いじゃないですか、そんなの。ちょっと待って、私だってヨガでなんかちょっと首痛いしって、いやちょっと私だって腰痛めてるしって、全然ヘッドに関係ないことでね、小競り合いしてしまってね、じゃあもうさ日改めようよっていうことになって、まあ日を改めてマッサージに行こうっていうことになったんですけどね、もうマッサージもいろいろあるんでね、ヨガとかもいろいろあるじゃないですか、ホットヨガとかね。まあまあとはいえ私もね、ホットヨガに通ってた身分なんですよね。ホットヨガに通ってたんですけど、そんなって思うじゃないですか。もうね、10分ぐらいでもう汗だくになりますよ。もうすごいなって思っちゃいました。はい。ということでね、もう本当に梅雨明けしてくれないと、もう洗濯のタイミングも難しいなと思ったりしております。ということで、今週はこの辺で失礼しますが、皆さん体調など崩されないようにしてください。それでは来週まで。さよなら、菊池夏でした。